これ昨日の4種目、今日の3種目全部10点、そして迎えて最後のリボン、最後の種目、1位ロバッチ、2位がドナフスカ、その差が 0.05、 この人がこの種目10点を取ればもちろん 9.95 点以上取れば金メダル決まります。すごい迫力ですね。より速く、より高く、より強くというオリンピックのモットーに、より美しくを加えたのがこの新体操。素晴らしい、キープ力ものすごいですね。ソビエトが81年からずっとブルガリアに譲ってまいりました、その王座、その王座を取り返しますか。高く上がりました。連続投げですね。連続投げ、マリナ・ロバッチ、ソビエト、全ソビエトのコーチの数は2000人いるんだそうです。連続投げ2回、取った、金メダルへしなやかに手を伸ばしました、マリーナ・ロバッチ、最後の演技を終えました、ソビエト。